2018年の6月にジェイズガーデン結成をいたしまして、今年の6月で満7歳を迎えます。ありがとうございます。7月には自分たちが初めて行った西新宿にありますスタジオで D というところでワンマンライブが決定しておりまして、そのチケットも今日は持ってきております。もともとね、別々の出身地からなる5人組でして、この音楽というものがなければ、多分性格もそして年も違った僕らは出会うこともなかった。そんな5人がですね、出会って今音を奏でて皆さんと出会うことができております。この出会いが例えば6年前だとか4年前だとか、はたまた今日だとか、まあそういったいろいろね、人によって違うと思うんです。僕らはその皆さんとね、つながれたということは本当に嬉しく思いますし、僕らが奏で続ける限り、そのつながった絆はずっと切れることのないものだと思って、この僕らをつなごとというね、ジェイズガーデンの一番最初に歌っている曲を歌わせていただいております。で、僕らの音楽をきっかけにファンの方々もつながってくれたりしてるんですね。それがやっぱり僕らとしてはすごく嬉しいなと。この音楽をきっかけに人とのつながりが増えた、絆が強くなったっていうのは本当に嬉しく思います。そして皆さんの中でも、例えばジェイズガーデンの音楽じゃなくても、その人とつながっている音というものが多分あると思うんですよ。おはようとか、ただいまとか、そういった音をですね、そしてその関係をずっと大切にしていただきたいなと。自分たちが皆さんとつながってこれたのはこの音楽、そして皆さんもね、誰かとつながっているのはこの音楽じゃない違う音、そういったですね、つながりというものを大切にこれからもですね、ジェイズガーデン音楽を届けていきたいなと思っております。そして応援してくださる皆様に少しでもね、ジェイズガーデンの音楽が心に届くように、何か嫌なこと、辛いことがあった時にジェイズガーデンの音楽がそっと背中を押してあげられるように、そして寄り添ってあげられるような、そんな音楽をですね、これからも皆さんに届けていきたいなと思いますので、これからも応援よろしくお願いいたします。